リボンって難しいね。はい、皆さんこんばんはです。今回の動画はにゃー、こういうすす、はい、以前動画でも上げておりました、キューキット RX782 ガンダムと、そして HGUC421 番のガンダムさん、そちらをミキシングしたものをあげたと思うんですけど、そちらの塗装やそして武器などの制作研究発表動画となります。頭をね、あの交換、取り付けられるように、交換して取り付けられるようにパテをモリモリしたりだとか、そしてガンダムハンマーもね、その子のためにろうそくでマゲマゲしてたんですけども、そちらの制作の様子を皆さんに見ていただきたいと思います。それでは研究開始。こちら合わせ目石ヤスリです。一つだけ忘れてました。はい、一応全部塗装終わりました。この目の部分も塗装しました。ちょっとこの青の部分ですね、ここはもともともっとね濃いこのが青だったんですけど、60分の1の後ろに飾ってあるこう割とね明るい色してるんですけど、この色もすごくいいなと思って今回ちょっと明るい色に敷いてみました。どうでしょう、その方がなんかそのキューキットっぽさってないですか。ないよって言われたらまたちょっとしょぼんですけど、はい、な感じで見ました。ではちょっととりあえずまだね、このおでこの部分とか、まあ、顔ね、まあ、こんな感じになってるんですけども、細かいところ、まあ、墨入れだったりしていきたいと思います。あ、まずクリアかな、そうですね、はい、ではまず見ます。はい、アンテナの中心、おでこと、そして顎を塗っていきたいと思います。うまく塗れるかな、緊張する。腕がもうちょっと遅い方が良かったかもしれないですね。アンテナは接着剤でその発火しにくいものとかでもね、いろいろ塗ってるんですよね。これで使いたいと思います。リールが塗った時はね、この光沢あってすごいツヤツヤしてるんですけど、乾くとよいしょがマットになっちゃうんで、まあ、クリア含んでね、感じです。はい。黒いところ難しいけど、黒いところもね塗っていきます。はい、この横の黒いところですね。ツン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 だけしていきたいと思います。感じです。うん、感
じ。はい、それでは墨入れをしていきたいと思います。ね、顔のところの黒、グレーだとやっぱりね薄すぎるんですよね。あー緊張する。いいかな。どうでしょう。うん、はい、ということで完成しました。見えるかな、いかがでしょうか。の頭がキューキッドのガンダムさん、そこのガンダムちゃんと渡してあげることができました。はい、全塗装ですよ。このグレーもその一個一個塗って、はい、こんな感じ仕上がりました。ちょっとね、胴体の白とかをだいぶたっぷりめに塗ったので、なんだそのポテッとした感じが、あのキューキッドの子、もちろんこの子たちも、ね、この子たちこの子もそうしたんですけど、すごいかっこよくないですか。違和感ない感じ、いかがでしょう。なかなかね、ミキシングとかってね、ほんと考えても楽しいですし、まあ、難しくてちょっとやってみようかなっていう方にはこの方すごくおすすめだと思います。何より頭をね、そうパーツを、他のパーツを、なんだろう、そのままた使えることができる、または例えばね、あのアンテナなくしちゃったけど、でも体は全然まだ綺麗なのにっていう時とかにね、交換できるようになったりとか、そんな方法でも皆さんにね、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。な、小松さん、ということで今回の動画も最後まで見てくださってありがとうございます。よかったと思ってくださった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それではそれでは、あつのまくでーす。はい、それでは皆さん、ぜひたい焼き食べたいさんの鑑賞会の動画もぜひぜひご覧くださいね。イエーイ。はい、見てみてください。ガンダムさんだいぶ増えてきました。ありがとうございます。 HG の子たちたくさん、はい、こんな感じで、ね、作ったばかりの
ハローキティガンダムさんもここに並べてます。もっと増えていくと嬉しいですね。